皆さんこんにちは。女優やタレントとして活躍する宮崎美子さんが約40年ぶりに披露したビキニ姿が年齢61歳だと信じられないほど美しいと話題になっています。ここではそんな宮崎美子さんの年齢や出身大学、結婚した旦那や子供や娘、離婚理由、病気の噂などについてまとめてみました。ではまず宮崎美子さんのプロフィールを見てみましょう。名前宮崎美子、生年月日1958年12月11日、出身地熊本県熊本市、身長156センチメートル、血液型 A 型。宮崎美子さんは1980年代から活躍する女優タレントです。国立大学法学部出身の知的なイメージと柔らかさと色気が共存した魅力的なルックスにより、才色兼備の女子大生タレントのジャンルを確立しました。年齢は63歳を迎えている宮崎美子さんですが、現在に至るまで変わらぬイメージで活躍を続けており、今なお高い人気を誇ります。引っ越しの多い子供時代を送った宮崎美子さんは、豊中市立南桜塚小学校から大分市立鶴小学校へと転校。さらにその後、大分市立春日町小学校へと転校して同校を卒業。その後、大分大学教育学部附属中学校を経て、大分県立大分上野岡高等学校へと進学。高校2年進学時に、熊本県立熊本高等学校へと編入し卒業しています。高校卒業後は国立熊本大学法学部法律学科へと進学しています。大学での専攻は現代の政治でした。宮崎美子さんの出身大学熊本大学法学部の最新の偏差値は55です。そんな宮崎美子さんは1989年9月に一度結婚されています。宮崎美子さんの結婚した旦那は2年 B 組先発先生でアシスタントディレクターを務めていた上川信弘さんです。上川信弘さんが勤務していたテレビ制作会社はイーストエンターテインメントで、1979年に入社して以降、ドラマやバラエティ CM など会社を代表する有名作品の数々を手掛けてきた敏腕プロデューサーでした。2005年にイーストエンターテインメントを退社して以降は、フリーランスのマルチクリエイターとして活動しています。競争が激しいテレビ制作業界において、組織に属さずにフリーランスで15年以上クリエイターとして仕事をし続けることができるのはごく少数の限られた人だけです。これまで上川信弘さんが手掛けてきた作品はテレビ番組だけでも100作品以上で、自然科学系番組ではワクワク動物ランドやたけしの万物創生記、奇跡の地球物語、近未来創造サイエンスなどの制作を通じて、芸能人だけではなく自然科学系の学者や研究者ともつながりがあります。バラエティ番組制作を通じて知り合ったビートたけしさんやタモリさん、小泉正孝さんからは絶大な信頼を得ています。宮崎美子さんと上川信弘さんが出会ったのは1981年3月のことでした。当時宮崎美子さんが出演していた学園ドラマ2年 B 組千八先生のアシスタントディレクターをしていたのが上川信弘さんでした。ただ1981年3月に交際がスタートしたというわけではなく、初めのうちは友達として美術館に行ったり食事をしたりしていたそうです。当時の共演者やスタッフを前にして、2年 B 組千八先生の打ち上げパーティーの席上で上川信弘さんがギターを弾き、宮崎美子さんが自身の持ち歌を披露するなど、ただの友達とは思えないような親密ぶりを披露していたそうです。ですが、ドラマが終了してからは会うことはもちろん、連絡を取り合うこともなくなったそうです。そんな宮崎美子さんと上川信弘さんが思いがけない再会を果たしたのは、1985年10月16日のことでした。阪神タイガースが優勝を決めた神宮球場で、熱狂的な阪神ファンである宮崎美子さんが、事務所の社長と一緒に阪神タイガースの熱戦ぶりを観戦していた際に、宮崎美子さんの2、3列先に上川信弘さんが座って観戦していました。
この思いがけない再会をきっかけにして連絡を取り合うようになった宮崎美子さんと上川信弘さんでしたが、お互いに多忙な日々を過ごすうちに徐々に連絡の頻度が落ちていき、いつの間にか連絡が途絶えてしまいました。しかしその3年後の1988年夏に、今度はスキューバダイビングスクールで2人が偶然の再会を果たします。偶然の再会が2度も続いたことで、宮崎美子さんの心の中にあった上川信弘さんに対する好意が恋愛感情に変化していきました。一方の上川信弘さんも同じ感情を抱いていたのか、これまでとは打って変わって宮崎美子さんに対する猛アプローチを仕掛けていきました。当時の上川信弘さんはワクワク動物ランドの制作スタッフとして海外ロケに随行していたため、1年の3分の2は海外にいるという生活が続いていました。会いたくても会えないもどかしさを感じつつも、1988年12月に重大な決断を下します。上川信弘さんがインドへ番組ロケに行った際に、宮崎美子さんの誕生石であるトルコ石を買って帰りプレゼントしたのです。誕生石を渡す際に上川信弘さんが宮崎美子さんにかけた言葉はなんと無言、後にも先にも結婚しようというプロポーズの言葉はなかったそうですが、その後宮崎美子さん、上川信弘さんの両親を含めた両家の親族が集う食事会が1989年8月31日に都内のホテルで開催され、翌9月1日にめでたく入籍することとなったそうです。結婚後は神奈川県伊豆市に新居を構え夫婦で暮らしていました。ですが宮崎美子さんは元旦那の上川信弘さんとわずか1年4ヶ月で離婚しています。3度目の出会いで結婚し、お互いの趣味も合致していた宮崎美子さんと上川信弘さんが短期間で離婚した原因は何だったのでしょうか。調べてみると原因の大半は宮崎美子さんにあったようです。具体的には、良き妻でありたいという気持ちが強い宮崎美子さんと、そこまで求めない上川信弘さんとの間に気持ちの温度差が生じてしまったということのようです。宮崎美子さんの気持ちが空回りしてしまい、なんで私だけがこんなにも大変で頑張らなくてはならないのかというふうに自分自身を追い込んでしまい、その思いが鬱積して爆発し離婚に至ったということでした。結婚生活は1年4ヶ月で終わった宮崎美子さんですが、ネット上で娘が一人いると噂されているようです。宮崎美子さんの子供だと噂されているのは女優の宮崎カレンさんで、名字が同じであることに加えて同じ九州の出身であることや早稲田大学社会科学部出身で才色兼備であるところが宮崎美子さんと被ることなどから娘ではないかと噂されるようになったようです。また人気若手女優である上白石萌音さんが若い頃の宮崎美子さんと似ていて実は母子ではないかと噂されましたが、これももちろん事実ではありません。次に宮崎美子さんの病気についてお話しします。インターネットでは宮崎美子さんと病気というワードが関連付けられるのですが、これはどうやら過去に宮崎美子さんが出演した番組で病気になるリスクが高い体質であることを指摘されたことがあるのが関係しているようです。宮崎美子さんは2013年11月3日に TBS 特番枠スパモカで放送された大ヒットのあの本試してみますに出演した際に、体温が通常に比べてとても低く、放っておくといろんな病気にかかる可能性があると番組内で紹介された本体を温めると病気は必ず治るの著者に指摘されました。宮崎美子さんは番組内で体温を上げる食事をとったり生活習慣をしたりして体温を上昇させ病気になりにくい体質に改善していました。この番組で生活習慣や食生活を変えたのが良かったのか、現在も宮崎美子さんは病気にはかかっておらず元気に活躍されています。病気になりやすい体質と聞いて驚きましたが、体質改善し今でも元気に活躍されて本当に良かったです。また冒頭で述べたように宮崎美子さんは2020年12月25日に発売された宮崎美子デビュー40周年記念カレンダー&フォトブックセットで約40年ぶりとなる水着姿のグラビアが収録され、
この宮崎美子さんの水着グラビアの一部が週刊現代の袋閉じで掲載されると、年齢61歳とはとても信じられない美しいビキニ姿が大反響を呼びました。この宮崎美子さんのフォトブックの Amazon での予約注文数は、同カテゴリーの話題商品鬼滅の刃カレンダーを抑えての1位をマークしているほどでした。一部からは、このビキニグラビアを見てデビューした当時よりも年齢61歳の現在の方が美しいのではないかといった驚きの声も上がっていました。このように今でもなお美しさをキープしている宮崎美子さん、これからの活躍にも大注目ですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。